この後時刻11時からはウェザーニュースライブコーヒータイムのお時間です。担当のキャスターをお呼びしていきましょう。時田キャスターです、よろしくお願いいたします。この後のウェザーニュースライブコーヒータイムを担当します、時田瑞希です、よろしくお願いします。あ、瑞希ちゃん髪切りました？あ、髪切りました、はい、短くなってすっきり、ちょっと春らしさがまた増しましたねそうなんですよ、春に向けてちょっと量も減らして軽くしてみました、うん、あ、いいですね、はい、素敵だ、可愛らしい、癒されますありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、こうね、春を感じるっていう機会も髪型とかでもありますし、いろいろ増えてきていると思うんですが、はい、あのサンシャインのお時間ではですね、洗濯物について、うん、ね、花粉シーズンですけどどうしてます、はい、っていうのをね見ていったりしたんですけど、みずきちゃんは外干しする派ですか？私は外干し派です、ずっと。お、でも最近あの千葉に引っ越してきたんですけど、うんうん、あの浴室に乾燥機っていうか、浴室乾燥機が、はい、乾かすボタンがあったので、はい、これからは雨の日でも干せると思って嬉しいです、ね、はい、喜んでましたそうか、今までは浴室乾燥機は使ったことがなかったんですよ、はい、おー、いいですね、使ってますか？浴室乾燥機使います、すごくよく乾きますよね、ねえ、びっくりしました。そうそう、すごい便利で、うん、最近あの、ね、こう浴室乾燥機もコインランドリーもいろんなこう、ね、うん、乾燥のさせ方があるので、あ、そうなんですね、そうなんですよ、だからね、ちょっと雨の日とかも活躍しそうですよね、うん、そうですね、うん、どんな天気の日でも乾くってことですごく嬉しいです、いいですね、はい、そして一方でちょっと雨の地域もあるということで、いつリポートをご紹介していきます。こちら沖縄です、石垣市から、南寄りの風が強く海もかなり荒れていますということで、こちらいただきました、はい、サンシャインではだんだんとですね、石垣島から先島諸島から雨の報告が増えてきて、そして今の時間本島でも、ね、雨が降ってきたる、来ているということでご紹介していたんですが、はい、この後もちょっと荒れた天気、コーヒータイムでは注目ですね。そうですね、今日は南西諸島を中心に雨だったり、うん、こう雷雨にも注意が必要となっていますので、そちらも一緒に見ていきたいと思います、はい、そして北日本の天気の回復についても一緒に追いかけていきたいと思います、はい、ではこの後コーヒータイムよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、みずきちゃんとクロストークを行っていきました。この後も天気変化がありそうですね、ぜひチャットなどでも盛り上げて教えていただければ幸いです。こんにちは、ウェザーニュースライブコーヒータイムです。この時間は時田瑞希がお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。少しですね、前回の出演から時間が空いてしまって、1週間以上、8日ぶりとかですかね、最近はよく土日を担当することが多かったので、あ、今週はみーちゃん土日担当しないんだねっていうようなリプもいくつかいただいていたんですけれども、今回は月火で今日と明日担当させていただきます。よろしくお願いしますファンの絵文字がたくさん、こんにちは、ありがとうございます、うん、アメリカからこんにちは、あ、こんにちは、ハロー、はい、先ほどですね、サーヤンさんとのクロストークでも少しお話ししたんですけれども、関東への引っ越しが終わりました。はい、関西の大学に通っているんですけれども、ちょっと早めに関東の方に引っ越してきたので、少しこう会社に行く時も来やすくなりましたね、だいぶ、うん、そうなんですよ。でも、まあ、少し学校とかもあるので何回かまた関西に帰らなきゃいけないんですけれども、うん、3月22日の卒業式が終わったら本格的にこうそうですね、住民票も移さないとですね、はい、引っ越
私完了しました。決めて、あ、家を決めた、決めてですか。難しいな。でも私は結構家の近くにスーパーとコンビニがないと、はい、お腹空いた時にすぐに買いに行けないので何よりも大切な食料が身近にあるところというところを選びましたあ、間取りじゃないんだっていただきましたそうですね、やっぱりちょっと近くにあのスーパーコンビニ、あ、パン屋さんもあるんですよ。そうなんですパン屋さんも2つ3つぐらいあって、まだ行けてないんですけど、美味しそうなとこたくさんあったので、これからはパン屋さんのパンも持ってこれるかなと思います、はい、だんだん、はい、暖かくなってきて、今日食べたパンもあの SNS に載せたいと思いますので、皆様だんだん暖かくなってきてですね、あの春が近づいてきて新生活を始められる方も、私と同じように新生活を始められる方も多いんではないでしょうか。暖かくなってきた最近の気温だったりお天気についても一緒に見ていきましょう。ではまずは今日のお天気アイコン確認していきましょう。全国の天気をお伝えします。日本海側の地域や北日本は天気がだんだんと回復します。北海道の沿岸部の風も徐々に弱まりそうです。雪が積もっているところではぬかるむ路面や屋根からの落雪にご注意ください。東日本の太平洋側では日差しが届きますが、だんだんと薄雲が広がります。西日本で日差しが届いても雲が優勢なところが多くなります。冬のような寒さではありませんが、春の暖かさは控えめです。冬の装いでお出かけください。以上、全国の天気をお伝えしました。では今日のラインナップ確認していきましょう、はい、まずは最新ウェザーリポート、皆様からいただいたものを確認していきましょう。続いて最新気象解説、予報センターの内藤さんと一緒に見ていきましょう。そして卒業シーズンということで、私も卒業生の一人なんですけれども、卒業シーズン桜チャンネルご紹介します。卒業といえばやっぱり桜ですね。卒業式、桜が咲いてればいいなと思うんですけれども、ちょっとウェザーニュースの桜開花予想では、私の大学では桜がまだ咲かなさそうなんですよね。では一緒に見てみましょう、そちらも。そして好きな卵料理はという番組アンケートもご用意しております。こちらも皆様からのツイッターのリプライなどで様々な意見お待ちしております。すでにもうアンケート開いていますので、ぜひご回答ください。以上ラインナップでした。では現在のお天気、皆様からのお天気報告確認していきましょう。はい、現在はですね、曇りの報告が多くなっていますね。西日本全体的に曇りや影、うっすらの報告が多くなっています。そして今日沖縄では雨、強い雨や雷雨に注意が必要となっています。特にこの先島諸島の方ですね、こちらで雷雨や強雨などの可能性があります。現在はザーザーという強い雨のご報告いただいております。本島の方ではポツポツパラパラサーという雨の報告ですね、はい、今日はすっきりしない雨の1日となっています。九州は北部の方では日差し届いているところもありますけれども、南部の方に行きますと曇り報告が非常に多くなっていますね。四国、中国地方も現在雲が広がっていて、影が見えない、影がうっすらとしか見えないという報告も多くなっています。近畿も曇り報告が多いですね。一部日差しが届いているところもありますが、大阪府ではポツポツと弱い雨の報告もありますし、兵庫県ではあられや雪が降っているところもあります。滋賀県でも雨の報告いただいていますね。少し雲が広がりやすく、天気も変わりやすくなっております。東海甲信は現在日差し届いているところが多いですね。
北陸はそうですね、岐阜県では晴れでちょうどいい体感ですといただきました。そうですね、岐阜県では晴れ報告、影はっきりのご報告いただいております。福井県では雨が降っているところがありますね。その他石川県、富山県では曇りや晴れの報告、新潟県では雪、ポツポツパラパラと雨のご報告もいただいております。雨や湿った雪が降っているところが多いですね。そして関東です。こちら広く日差し届いていますね。影はっきりのご報告いただいております。一部影うっすら、影が見えないという報告もありますね。関東もこの後だんだんと雲が広がりやすくなっていきます。東京都晴れ、はい、中央区影うっすら薄曇りといただいています。だんだんと雲の範囲も広がってきて、虹色現象などが見られる可能性もありますので、関東の方一緒に空注目していきましょう。そして東北です。こちらは内陸部の方で雪、そして黒のどかどか雪のご報告もいただいていますね。太平洋側の地域では晴れの報告多くなっています。そして北海道です。こちらは道東では影はっきり、日差し届いていますという報告もありますが、雪が降っている沿岸部の地域もありますね。札幌周辺では現在、札幌市で曇り、寒いといただきました。そうですね、曇りや影うっすらの報告多くなっていますね。少し日差し届きにくいのかな。晴れ、影うっすら、寒い、旭川市といただきました。今日は全国的に雲が広がっているところも多いようですね。この後も雲の動き確認していきましょう。そして体感の報告も見ていきましょう。今日は全国的に寒い報告が多いですね、はい、マレーシアの方から晴れ28度といただいております。もうフィリピンでは快晴28度、そうなんですねこちらのお天気報告には反映されていませんけれども、世界各地の方が見ていただいて、お天気を一緒に空を見上げていただくことができて本当に嬉しいですそうですね、いずれは世界のお天気もお伝えしできるようになりたいですね、うん、ウェザーニュースに世界天気チャンネルというものがあるんですね、うん後で見てみます、はい、ということで今日は全国的に寒い報告非常に多くなっています。関東周辺ではちょうどいい、そうですね、関東から東海にかけてちょうどいいの方もいらっしゃいますね。こちらは先ほどもこう晴れ、影はっきりの報告多くいただいていました。体感でもちょうどいいの方多いですので、日差しのぬくもり感じているのかなといった感じですね。西日本でも寒い報告が多いですね。一部ちょうどいいという方もいらっしゃいますが、山口県、そして香川県の方では極寒のご報告もいただいております。そして沖縄ですね、今日は沖縄雨報告たくさんいただいておりました。体感も寒いとのことですね。では実際に観測された気温も見ていきましょう。こちらですね、はい、私が先週出勤した時には結構このピンク色の15度から20度のところが太平洋側を中心に多かったんですけれども、今日は黄色、そして晴れている地域でもオレンジの10度から15度のところが多いということで、少し先週頃のすごく暖かい春の陽気といった感じではなく、気温は少し上がりにくい状況といった感じですね。現在沖縄でも、沖縄はいつもこの赤の20度以上の時が多いんですけれども、現在はピンク色やオレンジ色の10度から20度のところも多くなっています。那覇現在 15.7 度ですね。この後も気温横ばいでほとんど変わらず、明日になりますと少し気温上がって19度になりますね。では九州も見ていきましょう。こちらも黄色の5度から10度、南部の方に行きますとオレンジ色の10度から15度のところが多いですね。博多現在 8.5 度となっています。
この後昼過ぎにかけて少し気温上がって11度になりますけれども、その後夜にかけてだんだんと下がっていきまして、明日の朝には2度まで冷え込みます。そして中国地方、四国地方、近畿にかけても黄色の5度から10度のところが多くなっています。内陸部に行きますと緑色の0度から5度のところもありますね。大阪現在7度となっています。この後少し気温上がって昼過ぎには10度になりますけれども、そこからだんだんと夜にかけて下がっていって深夜3時には3度まで下がります。東海甲信では静岡県などの沿岸部の方ではオレンジ色の10度から15度のところがありますが、その他の地域は緑色や黄色の0度から10度のところが多いですね。名古屋は現在9度となっています。この後少し気温上がって11度までなりますね。そして東京です。現在 10.1 度となっています。この後少し気温上がって12度になりますね。そして東北です。こちらは太平洋側の地域では黄色の5度から10度のところが多いですけれども、日本海側や内陸部の方では緑色の0度から5度のところが多くなっています。仙台現在 5.8 度です。この後昼過ぎにかけて少し気温上がって8度になります。北海道は道東を中心に青色のマイナス5度から0度、氷点下のところが多いですね。その他の地域では緑色の0度から5度のところが多くなっています。札幌現在 2.6 度です。この後少し気温上がってほとんど横ばいで3度前後ですね。そして明日の朝にはマイナス1度と氷点下になります。はい、気温低いところも多いということですが、昨日よりは少し寒さ和らいでいるところも多いようです。風の実況を見ていきましょう。昨日は関東周辺でも夜にかけて風強まっていましたけれども、今日はそうですね、北日本を中心に少し風が強いところが多いですね。こちら小名浜では 11.1 メートルの風が吹いています。名取では北西の風 10.3 メートル、北海道は道東周辺ですね、こちら緑の10メートルから15メートルの矢羽根がたくさんあります。釧路では 10.8 メートル、根室で12 メートル、そして東北の宗谷岬では 12.7 メートルの風が吹いています。ここまで実際の風について見ていきました。先ほどちょっと会話にも出てきました世界天気チャンネルですけれども、ウェザーニュースというふうにインターネットで調べていただくと、こちらが出てきますね。よく見るウェザーニュースのサイトですね。こちらを下に行っていただきますと、この今クリックのボタンがあるところが世界天気というふうになっていますね。先ほどフィリピンの方だったりとか世界中の方からお天気報告をいただいたんですけれども、こちらからウェザーニュースでも世界の天気を確認することができます。クアラルンプールの天気というふうに現在出ていますね。すごい。はい、私知らなかったんですよ、このサイトから世界の天気が見れるということ、ですので世界のお天気アプリからも見れるよということで、そうなんですね、私まだまだ勉強しないとですね。はい、ぜひ世界の方アプリやウェザーニュースライブのウェザーニュースのインターネットサイトなどから世界のお天気も確認してみてください。ではこの後は最新気象解説です日本のお天気最新気象解説です。予報センターの内藤さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、今日の日本なんですけれども、はい、日本ですね。昨日から朝のうちは日本海側などで雪が降っているところがありましたけれども、はい、
現在は少し落ち着いていますかね。日本海側の雪の範囲は少しずつ減ってさらに弱まってはきています。ただまだね少し残ってます。完全に終わるのはもうちょい時間がかかりそうですね、はい、北陸などでも夕方ぐらいまで、そして北日本の日本海側では、まあ、今夜までまだ雪残るところがありそうです。はい、はい、そして北海道道東エリアまだ風が強い状況となっております。低気圧が次第に離れていくんですけれども、夕方ぐらいまでは風強めですので、現在の風の実況を見てみても道東では平均で10から15メートルぐらい吹いてますね。瞬間では20メートル以上吹いている状況です。風雪の強まり地吹雪などにも、夕方くらいまでは注意を続けていただければというところです。はい、わかりました。はい、では沖縄の方からは強い雨のご報告もいただいていましたけれども、はい、現在の状況いかがでしょうか。はい、沖縄南西諸島から西日本方面にかけてなんですけれども、現在、沖縄先島の南に前線が形成されてきて活発な雨雲ができてきています。はい、でそこから伸びる雨雲は主に種子島屋久島以南にかかっているんですけれども、その北側の上層雲中層雲が西日本にかかって少し日差しを弱めている感じです。はい、はい、この方面のこの後の降水の移り変わりなんですけれども、天気図でまず見てみるとね、この前線です。これが次第に今夜にかけて低気圧としてまとまりながら東に進んでいくということになります。はい、でこの方面なんですけれども、九州南部鹿児島にはほぼかからなさそうですけれども、はい、先島ではお昼過ぎにかけて黄色やオレンジ色のレベル1時間に20ミリから30ミリ、雷を伴った激しい雨の降るところがありそうです。はい、そしてお昼過ぎになると沖縄本島ですとか奄美方面でも雨の降り方が少し強まってくるということで、はい、今夜の初めになって抜けていくような予想となっております。はいはい、沖縄にお住まいの方は外出の際は傘を忘れないようにしてください。はい、であと黒雲が、ね、見えてきたら雷にも注意していただければと思います。はい、では関東などでは晴れ報告いただいていたんですけれども、はい、この後のお天気どうなりますか。そうですね、じゃあ関東などを含めこの後のお天気見ていきたいと思います。もう一回10分天気見てみましょう。西日本はこの後も上層の雲が時折日差しを弱めて影うっすら程度というところが多いですけれども、夕方にはだいぶ晴れ間が戻ってくる感じです。はい、そして関東東日本の太平洋側から東北の太平洋側にかけてこの方面では、今日の夕方まで風は強めに吹くところありますけれども、夕方までは、ね、お天気の崩れはほとんどないだろうという状況です。でただ関東の、ね、南岸のところを見ていただきますと、ちょうど今伊豆半島のこの辺にですね、風のぶつかり合っている局地的な収束線シアラインができています。この辺りで夕方以降雲がまとまってきて、明日にかけて関東の南部で拡大する可能性ありという状況ですね。はい、はい、この方面見ていきますと、夕方以降ちょうど伊豆半島から相模湾のあたりで、雨雲の範囲がまとまってきます。明日の明け方朝にかけて弱い雨の範囲が、東京湾から見ると南東側千葉県を中心にかかってしまいそう。明日のお昼過ぎにかけて影響の出るところがありそうといった予想です。はい、はい、降るとしたら弱い雨、そしてややこの雲行きが拡大した場合には、で西部の山沿いなどにかかった場合にはそこでは、雪になる可能性があるという状況なんですけれども、はい、関東はいずれにしてもこの雲の影響でですね、明日は、少し雲が多めのお天気となってしまいそうです。はいはい、お天気の分布で見ましても、今夜以降ですね、関東の方では低い雲が広がりやすくなってくるというところですね。はい、なので関東はね、今日は割と晴れ間しっかりと出てますけども、明日は晴れ間が乏しい予想となっております。はい、明日の午前中にかけて
雨が心配なエリアもあるということで、最新のお天気確認するようにしてください。はい。ではその他のエリアは、まあ、薄曇りの報告などもいただいていましたが、いかがでしょうか。はい、まあ、西日本の方はね、時折日差しも出つつ、夕方以降はまた晴れ間がしっかり戻ってくる予想です。はい、はい、そして東北の日本海側、北陸以北の日本海側のところの天気の回復状況なんですけれども、この後の状態で見ていきますと、お昼以降ね、雪の範囲は徐々に新潟以北になっていって、平地よりも山沿いが中心となっていきます。ただ完全に上がっていくのは新潟などでは日付が変わった後、東北の日本海側では明日の朝ぐらいになってというところ、で北海道ではですね、明日も日本海側を中心にちょっと雪は舞うようなところがありそうですね。はい、まあ、冬型のお天気の回復はまあゆっくりだという状況です。わかりました。では気温の方はいかがでしょうか。はい、今日の最高気温の各地の予想を見ていきたいと思いますけれども、はい、ご覧のような数字になっております。西日本はちょっと上空の薄雲で日差しが弱められるので、ひんやりとした体感、季節でいきますと2月の下旬ですとか、2月の中旬ですとか、季節半月弱ぐらい戻った感じがあるかと思います。はい、関東も昨日に比べてもちょっと低めの12度の予想ですね。北風強いので、やっぱりちょっと春らしさというよりはちょっと冬っぽいかなと、こちらも平年を若干下回る予想となっています。はい、北陸から北のエリアでは平年並みか平年よりちょっと高めのところもある感じ、太平洋側で日差しがあれば、まあ、仙台などはね、少し暖かさを感じられるかもしれません。はい、わかりました。各地気温なども確認して服装で上手に調節してください。以上、最新気象解説の予報センターの内藤さんにしていただきました。はい、ありがとうございました。ここまで、はい、最新の天気確認していきました。ではですね、こちらのお天気をアプリで報告することができますので、こちら見ていきましょう。まずですね、アプリを開いていただきますと、このように現在地のお天気が出てまいります。そしてこの真ん中の5分ごと1時間ごと今日明日週間天気というところで、まあ、いろんな種類のお天気を見ることができるんですね。今回はこの一番左の5分ごとというところを押していただいて、こちらで5分ごとの天気を細かく見ることができるんですけれども、この真ん中の青の現在地の天気を報告するというボタンを押していただくと、現在地のお天気を報告することができます。皆様が今いる場所のお天気ですね、空を見上げて、あ、今は雲が広がってるなとか思って、こう路面を見て、建物の影があんまりないなとか、そういったところを見ていただいて、影うっすら、影なしだったり影はっきり、この風に天気を選んでいただいて、真ん中の報告するという青いボタンを押していただきますと、お天気の報告が完了となります。こちらを押していただきますと、予報精度の向上にもつながりますので、ぜひよろしくお願いします。実際のお天気は現在こんな感じですね。雲が結構広がっていて、日差しはどうでしょうか。でも届いているように見えますね。千葉市幕張では現在影はありそうですね。うん、建物にもしっかり日差し届いていますので、このようなお天気ですと影はっきりと報告していただければと思います。ではこの後は11時30分から再開します。